夏休みでいい結果出しちゃいましょう。改めましてどうも、タイチです。もともと私塾講師をやってたんですけれども、その時に夏ね、もう天王山と言われる夏ですよ。でその夏を終えた後にものすごく変わる子って出てくるんです。それは受験生だけじゃなくって、まあ、中1中2高1高2の子もそうなんですけど、でそのいい意味でね、すごいプラスの意味で変わる子たちに共通するものってやっぱいくつかあるんですよ。なので今回はそれを5個紹介していきますので、ぜひ参考にして皆さんもいい夏にしていってください。まず一つ目は、なりたい姿がはっきりしているです。地域によって差はあるかと思うんですけども、8月末に夏休みが終わると計算したら、あと 4,50 日ありますよね。さあ皆さん、 4,50 日後、それが過ぎた後にどういった風になってたいですか？まあこれは目標と関わるところになるんですが、何を終えてたいですか？何を覚えていたいですか？何ができるようになっていたいですか？ってそこの、その 4,50 日経った後にこうなっていたいという姿がはっきりしている方、つまり目標がはっきりしていることが大前提です。なんとなく勉強を頑張る、スポーツの練習を頑張る、そのはっきりした目標がない状態の頑張るは、まあ運よくさ、走っていく方向がね、その合ってればいいんだけど、ずれてることあるからね、おいどこ行くのどこ行くのみたいなことが起こっちゃうので、だからちゃんと自分が努力して走る方向をはっきりさせておく、まずこれが一つ目です。そして二つ目が、午前中をものすごく大事にします。成績が伸びてた人とか結果が出てた人って、とにかく午前中をぐだらせないように気をつけてる人が多かったんです。例えば今日やるべきものを決めるじゃないですか。その時にもう午前中でほぼほぼ8割ぐらいはそこで終わらせるぞみたいな、そのぐらいのわざと量に設定する人もいたし、それぐらい午前中に集中してやる人もいたんです。でも部活ある方いますよね。いや午前中部活あるから無理って思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いや部活ある人もね、午前にやってたんですよ。どこでやるって、もう部活行く前なんだよね。きっちり早起きをして部活行く前に30分だけとか、まあ、1時間とかそのぐらい時間をとってちゃんと勉強してから部活に行くんです。でなんでそれをやるかっていうと、1日って長いよね。夏休みだったら1日家に入れるわけだから長いんだけど、後ろに行けば行くほどさ、ぐだる可能性も上がっていくわけだし、やらなきゃになるんだよ。人は、人間が一番モチベーションが上がりにくいって、しなきゃって状態になっちゃうこと。でも午前だったらまだ時間に余裕があるから、今やっとけば楽ができるっていう、そのモチベーション、楽をさせるためのプラスのモチベーションでやることができます。だから午前中にできることをきっちりやる。寝坊して起きれなくて、ああ午前中無駄にしちゃったとか許せないみたいなぐらいのテンションでやる子もいたの。だからこれは絶対みんなにやんなきゃいけないっていうわけではないんだけども、後でやればいいやっていう後で癖を消すためにも、とにかく午前中をうまく使おうっていうタイムスケジュール、そこを意識するようにしてみてください。そして3つ目は、科目をコロコロ変えるです。特に受験生の方は勉強しなきゃいけない科目が多くなりますよね。その時に一つの科目をね、長く集中できる方はそれでもいいです。でも人っていうのは飽きる生き物なので、どんなに好きな科目とか得意な科目でもちょっとやっぱ連続でやると飽き始めてしまいます。だからある程度やったらすぐ科目を変えるんです。30分やったら次の科目、30分やったら次の科目、もちろん休憩を挟んでね。そうやってコロコロ科目を変えて、気持ち的にもリフレッシュしながらやると長い時間の勉強がしやすくなります。あと勉強する上では反復は必須です。必ずやらなきゃいけない。でもその反復も思い出すっていう作業で済むんだったらそれで済ませたいんです。例えば30分ごとに数学、英語、理科ってやっていくじゃないですか。そうするとじゃあ3科目やって1時間半経った後に、30分でできる数学ってそんなに多くはないんですよ。理科もそうです。でも30分でやったギュッて詰まったものだから、後で思い出す時に思い出しやすいんですよ。さっきの30分何やったっけなって、あの単元のこれやって、あそう、あそこワークでミスったんだよねみたいな、結構ね、しっかり思い出せる。で、その思い出せることによって、もう一回勉強机に座って確認しなくても、思い出してるから、そこで定着率が上がるんですよ。勉強机に座ってやれるものっていうのは、そこでしかできないことに時間を割きたいの。できれば反復も書いた方がいいよ。いいんだけど、書かないで、思い出すだけで済むんだったら、それで済ませたいの。
だって時間ないんだから。だからそうやってコロコロ30分でやってまとめて思い出して、よし思い出して、あそこ思い出せないから復習しなきゃって、そういう風にコンスタントに確認もできるし、あとは気持ちも切り替えながら長い勉強に耐えることができますので、ぜひ1個ね 2,3 時間やることできるならいいんだよ、いいんだけど、それが難しいと思う方はもう30分ぐらいで科目を変えていく。だから30分でこのぐらいの量ができるなって目標設定をして走っていくんだよ。30分やっていく。で、次の科目に切り替えてやっていく。みたいな風にやると、勉強時間が確保しやすいし、集中もしやすくなるので、ぜひやってみてください。そして、4つ目が、確認をおろそかにしないです。特に受験生とか定期テストでうまくいかなくて、もう変わるぞって、30点しか取れなかったから80点取るんだみたいな結構高い目標にチャレンジする方はですね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるはずです。受験生もそうだよね、あれもやんなきゃこれもやんなきゃってなっていく。だから一つのページが終わったら次やんなきゃ、まだある、次ってなっていくんだよね。いや正しいよ、やんなきゃいけないからね、やんなきゃいけないんだけど、人はですね勉強するときに先にってやっていくと、後ろでやったものちゃんと定着したのかの確認をおろそかにします。動画で何回も言っちゃってるけど、俺らはコンピューターではないので、一回やったものを保存ボタンで保存ができません。反復しないと忘れるの。人っていうのは1時間経ったら半分ぐらい知識落ちるからね、反復しないとってぐらいに抜けていっちゃう。だから確認し、定着してるかどうかの確認をしなきゃいけないんです。先に行きたい気持ちも大事、どんどんやっていく気持ちも大事なんだけど、ちゃんとやったものが定着してるかなっていう確認もさっきの思い出すってやつをうまく使ってしていってください。そして一日の寝る直前、いいかい？寝る直前にその日できるようになったこととか、つまずいたこととか、気をつけなきゃいけないこと、今日頑張ったことっていうのをしっかり確認して、最後は褒め言葉で終わる。頑張ったことをちゃんとねぎらって褒めて、そのまま寝てください。それが自己肯定感とか、頑張れて、自分が頑張れば前に進めてるんだっていう、これからもね頑張り続けるモチベーションになっていくので、そこもしっかりやってもらえたらと思います。そして最後の5つ目はちゃんと遊ぶです。結果が出てる人って自分の趣味だったりとか、その好きなものの時間ね、この10時間でリフレッシュするんだみたいなのがはっきりしてる人が非常に多いです。俺の高校の時のクラスメートにさ、一人東大受かった人がいるんですけど、すっごいゲーマーだったの。マジ俺らがさ本気で頑張っても1週間以上かかるやつをさ2日とかで全クリしてくんのよ。いつやってるみたいな。でもさ勉強で結果出てんだよね。だからゲーマーなんだけど結果出てんのよ。だから時間の使い方が非常にうまい。やるときはやるんだけど、その息抜きのときは息抜きをちゃんとしとんのよね。だから別にみんながその、ね、趣味を持たなきゃいけないとか、そのリフレッシュの時間を取らなきゃいけないってわけじゃないの。いいんだよ、ダラダラして。でね、こうリビングでさ冷房に当たりながらガリガリ君食べてて構わないんだって。いいんだって、やることやってんだから。だからこれから40日間とか50日間24時間ずっと気を張り詰めて頑張れってわけじゃないの。ちゃんと気は抜くんだよ。でもやることやってるから気を抜くときに本気で気を抜けるんだって。やることが中途半端になったりとか、そこをはっきりさせてないと気を抜くときに、あ、もっとやんなきゃいけないかもしれないとか、あの時にとかっていろいろネガティブな方向に走っちゃって気が休まらなくなっちゃうから、やるときはやる、気を抜くときは気を抜くっていう、そこのメリハリをしっかり大事にする。そこと、あとはダラダラタイムはダラダラタイムでいいの。もっとやんなきゃとか思わなくていいから、そこはちゃんと自分にねぎらう時間として、ご褒美の時間として与えてください。そこをうまく自分の中でコントロールできるようになると結果が出やすくなるので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回本編ちょっと長かったんで、ここは短く済ませますね。で、今回なんでこの動画を撮ったかっていうと、これ真似しなさい、やんなさいって言いたいわけじゃないです。もちろん聞いてみてさ、あ、いいなって、真似してみたいなって思うものがあったら、ぜひ真似して、真似から始まるものが絶対あるから、いいものがあると思うので真似してほしいんですけど、最終的にはみんな自身で、みんな自身の扱い方というか、自分はこういう風にやるといいんだっていう自分の説明書的なものを見つけてほしいと思って紹介させていただきました。夏が過ぎた後、まあ、8月の末ぐらいになってくるとですね、もっと頑張ればよかったって、もっとちゃんとやっとけばよかったっていう人が絶対に出てくる。まあ、それはしょうがないよね、出てくるんだけど、
でも夏休み前じゃん、まだまだ未来はこれから変えられるんだぜ。だからこの後悔をする未来になりそうだった子がちょっと踏ん張ることで、あ、頑張ってよかったって思う可能性があるじゃん。ある時だから、まだだから、そのきっかけにしてほしいと思って今回この動画を撮らせてもらいました。あの、必死に頑張れとか、もうずっと頑張れ、そんなことは思ってないです。ただただ夏休みが終わった時にその40日間を振り返って、遊んじゃった時もあったけど、でもやることやったし頑張れたよなって、自分にとってプラスの言葉がかけられる状態で9月を迎えてほしいので、ぜひ俺もね、俺自身も頑張るからさ、ぜひお互いいい夏にしていきましょう。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週ね、何か動画撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間、夏休み最後前の最後の1週間かな、よっしゃ、いい1週間にしていきましょうね。それじゃまた来週お会いしましょう。またね、バイバイ。